乾杯。今回は本当にご支援いただきありがとうございました。私たちの仕事は、本当の仕事はここからなので、みんなで頑張りたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。これから頑張ります。まだまだ頑張ります。お願いします。なんですけど、子どもたちに、この絵本を届けることができます、本当にありがとうございます。絵本はまだ制作段階なので、皆さんにきっちり届けられるように最後までしっかり作っていきたいと思います。誰も知らない難病表皮水疱症っていうものをきっかけに生まれた作品、スカイバタフライ殻の向こうという作品なんですけど、とってもあったかい作品に仕上がってると思います。みんなで作ったこの作品の中に、皆様のあったかいご支援の気持ちも一緒に乗せて形にしていきたいと思います。どうぞ楽しみにしていてください。期間はもう少しで終わりになるんですけど、もし興味を持たれた方いらっしゃったら、ぜひ、きびだんご朗読で検索かけていただくと出てくると思います。ぜひ調べてみてください。まだ、残り本当にわずかですが、最後までしっかり頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。頑張ります。